ライブコマースで稼ぐやり方ですね、トラブルの予防とかですね、あと特商法ですね、特定商取引法、あと東京でのライブコマースで稼ぐやり方とかですね、あとライブコマースで稼ぐ場合の流れそのものを知りたいということで結構ご相談いただいてます。海外事業の方ですね、ライブコマースは海外にいてもですね、もちろんやれるので、ネット環境さえあればできるので、例えば韓国とかフィリピンとかどの場所に住んでもできるのは確かなんですけれども、やっぱり流れを知っていくってことですね。で、流れはですね、プロダクトローンチみたいなですね、うまくいった、過去にですね、今同じことやってできるか、そんなことはないんですけども、プロダクトローンチのようにですね、一つのその定番の型みたいなのを自己自身の中で作るといいかなと思います。あれをやれってことではなくて、一つの型ですよね、流れ。東京とかいろんな場所でやってる人はいるんですけども、どの場所に住んでもできると。特殊法とか、細かいところはちょっと僕の方に個別で聞いていただければなと思います。トラブルの予防の仕方についてもアドバイスできます。